どこでそんなの覚えてきたの？あれ、結構いいお値段するのよね。花子も美味しい果物食べたい。果物狩りならいつでも。そんなのやだやだやだ。おっと、それならとりあえずお話で気分だけでも味わってみよう。レッツ怖い話。さ、そして寝るのよ、花子。僕の家は果物農園なんだ。梨やぶどうを育ててる。お母さんの作る果物はとっても甘くて美味しいんだ。今日はお父さんの三回忌だって。親戚のみんなが集まっている。お父さんは2年前に車にひかれて死んじゃったんだ。三回忌ってなんだろう。お祝いかな。賑やかだし、ご馳走があるし、なんだかお祭りみたい。いつも静かな僕の家にたくさんの人が集まる。あ、お父さんのおばさんが来た。おばさんは優しくて好き。あら、りくくん、そらくん、大きくなって。ほんと、子供の成長はあっという間ね。はい、りくとそらはもう8歳と6歳になりました。りくとそらはお父さんに似てきたわね。ほんと、父親があんな死に方をしてかわいそうに。あなたも一人で働いて立派に子育てして、大変でしょうけど頑張ってね。今日はみんなでお父さんのことをお話しするお祭りらしい。僕はお父さんが大好きだったのに、もう会えなくなったから寂しい。でもね、お母さんと弟の空がいるから僕は大丈夫。この農園はこれからも一人でやっていけるの？もうやめようかとも思うんですけど、でもあの人の大事にしていた農園なので、できれば継いでいきたいんです。繁忙期はバイトさんも来てくれますし、なんとかやっていってます。いとこも来ていた。みんなと会えた三回忌は楽しくて、遊んでたらすぐ夜になっちゃった。一日が終わるのがとっても早い。僕と空はお布団に行く。お布団に入るとすぐに寝ちゃうけど、僕はたまに夜に目を覚ます時があって、どこからかバイクの音や動物の声とか誰かの泣いている声が聞こえる時がある。悲しくなるから夜は嫌い。なんで泣いているのかわからないけど、きっと悲しいのかなって思う。学校が休みの日は僕も農園の手伝いをするんだ。リク、ソラ、その木には近づかないでね。はーい。一本だけ病気になってる梨の木があって、お母さんはその木には近づかないでねって言う。その木は周りにお薬をたくさんまいているんだって。でもね、その木にはとってもとっても大きな梨がなっているんだ。袋掛けもしてないのにとっても綺麗で。兄ちゃん、この木の梨が一番でっかくて美味しそう。僕もそう思ってた。でも取っちゃダメなんだ。お薬がついてるから食べちゃダメだよ。こっちなら食べていいよ。僕は違う木の梨を思いで空に渡した。空は梨に美味しそうにかぶりつく。学校から帰ってきて空と遊んでるとすぐ暗くなっちゃう。夜が来るのがとっても早い。二人とも、ほらお風呂ですよ。上がったら寝るのよ。はーい。僕はお布団に入る。そして今夜も途中で目が覚めて誰かの泣き声が聞こえる。バイクの音や動物の声とか赤ちゃんの泣き声だったり女の人の泣き声だったりする。悲しくなるから夜は嫌い。どうして泣いているんだろう。悲しいことでもあったのかな。かわいそうだから僕は友達になってあげたよ。リク、トイレ？うん、一人で行けるよ。お母さん、どうしていつもあの人は夜中に泣いてるんだろうね。聞いても答えてくれないんだ。ん？何も聞こえないわ。ねえお母さん、お父さんは車にひかれて死んだの？そうよ、車の事故だったの。でもさっきあの人が違うって言ってたよ。誰？あそこだよ、梨の木の下の女の人だよ。赤ちゃんと一緒にいるでしょ。暗いからお家に帰ればいいのにね。2年前、リクの父には愛人がいた。リクの父は身ごもった愛人を捨てて家庭に戻ろうとしたが、愛人は逆上し台所の刃物でリクの父を刺した。全身滅多刺しにされたリクの父は死亡。夫をダビに伏した後、リクの母は現場から逃亡し身を潜めていた愛人を見つけ出して殺害して埋めた。そう、
あの木の下に。陸の母は農園を続けることを放棄した。ただ土地は手放さなかった。その後家族で都会に出て3人で暮らした。陸には泣き声が聞こえなくなった。農園は主がいなくなった今、ほとんどの木が害虫にやられ荒れてしまったが、一本だけ今でもタワワに実をつけている木があるのだそうだ。はい、おしまい。やたらと実のつきのいい木が一本だけあったら、もしかしてそれは、なんて、うふふ。あ、この農園を探して行ってみようかな。ねえ、花子。さて、花子も寝たようですね。おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。